まあ、ジェル系でいきますね。まあもうお約束ですけど、トップの方から根元はつけないでください。根元つけるとベチャッと崩れてしまうんで、ぺちゃんこになってしまうんで、でなるべく毛先になぞり、まあ2プッシュで大丈夫ですね。短いですから。ほんでここの毛もほとんどないじゃないですか。2プッシュで、まあここ、まあ、全体的に長い人の場合だったら、増えてきたら、毛が伸びてきたら3プッシュぐらい、さっきのよりちょっと多いぐらいですね。さっきのぐらい適量です。で、前髪につけるわけ。残ったもの。工程で短い方の場合はもう動きも出てるので、その方向性という考え方はなくてもいいんですけど、ちょっと伸びて1ヶ月後とかに動きにくくなるじゃないですか。でジェルをつけた後にねじるんですよ。短い段階でしたらこれでこの工程だけでいいです。もう毛先につける、それだけで十分です。で前髪はちょっと立てておいた方が、まあ、仕事しやすいとかね、バランスよく。基本はもうねじらずに、短い方でしたら毛先につけるだけ であと速乾性ですぐ乾きますので、速乾性ですので1分以内ぐらいですね。1分以内ぐらいでもう仕上げてください。もうそれを2分3分やってても、もう固まってるから、もう意味がないので、まあ、基本は1分ぐらいでやってください。